水に電気を通すと水の電気分解が起こり、水素と酸素が発生します。逆に水素と酸素を反応させることで電気を起こすことができないか、これが燃料電池の発電原理です。水素分子は燃料極の触媒に触れると水素イオンになり、その時に電子を放出します。電子は導線から外へ取り出され電気エネルギーとなり、水素イオンは電解質を通り抜け空気極へと達します。一方、空気極には空気中から取り込まれた酸素が同じく触媒で活性化された状態で待ち受けていて、そこへ水素イオンと電子が入ってきて反応して水となって外に出されます。